さん着きました。ごちそうさまでした。ちょっとね、トップ使える完全にメキシコ人じゃん。飲むの楽しいよね。はい、おはようございます。おはようございます。声がちょっと声が、今日は6月13日月曜日、休みの日ですが、みんなでなんか会食みたいな。会食、はい、ネオンの郊外に行きます。バス行きます。楽しみですね。行ってきます。行きます。さあ、着きました。カメチョー、おはよう。キュンだキュンだ。さあ、着きました。撃った。さあ、到着いたしました。ラブリーハウス。ロンペトド、レウリス選手です。とっとっと。トトと呼ばれてます。ニコラスさあ、ご飯があるそうです。昨日はありがとうございました。ごちそうさまでした。Vamos otra vez。一瞬頑張ろうって。Sí, 一瞬頑張ろう。それでは中入りたいと思います。Vamos。さあ、いろいろこの建物を案内してくれるそうなんですが、リベロさん、シアタールームだそうです。シアタールームがついていると。What goes on in here? What kind of videos going on? すごい。やる。さあ。¿Qué está sucediendo? Oh, hey, bonito, man. Bonito, man. さあ、素敵な部屋があります。これは一部屋なんでしょうか。ホテルです。ライブリー選手。バルガス選手。こっちです。ハポン。ナンバーワン。こういう部屋がいろいろあります。どこ行ったかなと思ったら、なんとカーボーイバケロハットで、すごい顔がちっちゃい。帽子が長いかな。バケロ、そのオープニングクレジットで使えると。これとチンチラ、ウサギや、でけえ。メキカノ。完全メキシコ人じゃんと。さあ、続きまして馬と牛のストーンです。触らせてくれるのか、この馬。すべすべなの。すごい、見てるよ。気持ちいい。そう、蹴られる。蹴ります。
小さいこの馬、あ、なんか食べてる。ヘイ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 、あ、どこ行くねん、どこ行くねん、触らせてくれ。え、やばい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 、What happened? What happened? Someone's out. See. Mira, párale más. Ay, no. さあ、上り坂なので、荷台に乗っていいということで、これで行きたいと思います。よいしょ。エクスペリエンシア、あの、ちゃんと捕まってください、ね、荷台に乗るの楽しいよね。おおおお、すごい、こっちです。イエーイ、音楽と広大な空、そして馬たち。急に NHK みたいな。素敵な休日をチームみんなで過ごしております。監督も歌ってる。無料ビールが配られております。かっこいい。すごいな。Gracias. Ultra です。はい、ご飯の時間です。さあ。なんと先ほどあそこにいたウサギが料理になって出てきました。初めてのウサギどうですか。どんな味、ウサギ肉。めっちゃ柔らかい。鶏肉みたいな。鶏肉の味なの。うわー、すごいな。¿Hay tortillas por ahí? Ahí. ¿Me puede pasar? ¿Podría pasar tortilla? Ah, no, ah, ya no hay. Ya se acabó. Ahorita viene. También. Sa, mira, más. Aquí. じゃあいただきます。こんばんは。こんばんは。本日6月12日かな、13か13月曜日、ただいま10時30分に電話がかかってきて、サルティートレードされる。明日の朝6時の飛行機でサルティーヨに行きます。メキシコで3球団があって、そして人生初トレード、まあ、ブラボスには練習生としてヤブスにリースされて取っていただいて、まあ、
すごい恩があるし、レオンっていう街もすごい思い入れが増えてきて、2ヶ月ぐらいですか。それでファンの方もいろいろ交流できたりして、すごい思い入れが出てきた中でのトレンド。しょうがないことだろうかもしれないですけど、やっぱりちょっとこの街を離れるっていうのは寂しいというか、僕らもすごい仲間と離れるすごい寂しい気持ちだと思います。今それだけですね。気づくにして明日の最近を行きたいと思います。このロッカーとも、このロッカーと、このクラブハウス。またね、チームに変わる新たな出会いがあるかもしれないし、ないかもしれないし。あるよ。いい出会いよね。また友達が、戦友が増える。ただただでも今は寂しいので、メキシコ多いですね、こういうトレード移動が、ね、選手の移籍が多いですね。本当に多い。牧場行ってる場合じゃねえぞ。そうなんです。これね、あのメキシコは朝6時の飛行機だと4時に着かなきゃいけないんですよ。そうですね、チェックインは2時間前にいないといけません。そうでね、家を3時に出ないと、はい、あと10時間、あと4時間半。寝なくていいと思ってるのかな。でももう明日ぜひ試合に出てくださいと。メキシコの野球選手は寝なくてもいいと思う。そんな感じするね。あとご飯を食べなくてもいいと思う。それはね、本当にご飯もないし、まあでも裏話が一つありますよね。今日メキシコ料理があんまり合わないのかなっていう印象があったみたいで、ブラボスは日本人シェフを見つけて、雇った。で、毎日の食事を、試合前の食事を提供しますと今日言われたばかりだったんですが、シェフもどう思うんですかね。シェフだよ、ね、シェフ、うん、え、今日雇ったよ。もちろん作りますっていう。それになったから綺麗にしましょう。はい、じゃあ荷造りをして、また次の動画は飛行機のになると思います。行ってきます。アディオス。